島本彩です。今回はスコットランドのダンディーで展示をしています。今回は物と対話というテーマですが、もうずっとそのテーマというかそういうコンセプトでやっております。今回は自分の部屋にある3鉢の3つの植物の新作を持ってきました。いろんな UK の博物館やダンディーの博物館、 V&A ギャラリー博物館、いろいろ見て、大昔の人々の私物というか日用品、道具、そういったものをたくさん見てきたんですが、そういった中で今回日本の無名な、何してるかわからないような一般の私のような人の私物をこう展示させていただいて、それはなんかシュールで面白いなと思って今ちょっと笑えているところです。ですが博物館に展示されるものに比べてはとても浅い歴史かもしれないですが、私の大切な人々の、私の知らない記憶とか思い出が詰まったものとか、私だけが知っているストーリーがある、そこに内在しているものとものを版画にして、それを一緒に展示するということは、なんか自分にとって生きる上でなんか糧になっているような、そんな作品たちです。向き合うというか、そうですね、物を大切にするという精神が、ま、根底にはあると思うんですけども、なんかこれからも続けていこうと思います。はい、以上です。ありがとうございます。